エコキュートって何？メリット、デメリットは？小川さん、今日はエコキュートについてお伺いしたいんですけれども、はいはい、エコキュートってそもそも普通の給湯器とかと何がどう違うんですか？そうです。給湯器って言っても、はい、僕らが思い浮かぶ給湯器っていうのはガス給湯器なんですよ。はい、一方で電気給湯器っていうのが、はい、まあ、ガスでお湯を沸かすのか、はい、電気でお湯を沸かすのか、はい、どちらかになるんですけども、はい、エコキュートっていうのはその電気温水器、はい、電気給湯器の中でも、はい、一つこう特別な仕組みによってお湯を作る、はい、まあ、給湯器になりますと。これどういう仕組みで、お湯を沸かしているかというと、はい、この写真見てもらいたいんですけども、はい、これタンク、はい、これあの、まあ、電気温水器も同じようなタンクがありまして、はい、エコキュートでも通常のこう電気温水器と同じようなタンクっていうのはまずあります、はい、でそれとは別になんかエアコンの室外機みたいなも見えると思うんですけども、はい、こちらがついているものが、エコキュートになります、はい、でエアコンの室外機みたいなと申し上げましたが、はい、ほぼほぼエアコンの室外機と、はい、その目的、はい、意味合いは一緒です、はい、これは何かというと熱交換器と呼ばれるもので、はい、まあ、なかなか僕は理系の人間じゃないので、はい、詳細は説明できないんですけども、はい、空気中から、まあ、その熱を取り込んで、はい、その熱でお湯を沸かすという代物なんですよ。で一方で通常電気温水器っていうのは、はい、電気自体で、まあ、電熱線を温めて、はい、その温められた、まあ、電熱線によってお湯を沸かすっていうの。で直接電気でお湯を沸かすのか、はい、一度熱交換器というものをかましてお湯を沸かすのか、はい、で熱交換器を返してお湯を温める方がエコキュートというものになります。はい、じゃあ2種類あるということなんですけども、はいはい、どちらがその効率がいいかとかはあるんですか？はい、断然エコキュートで、はい、電気温水器を今まで使っている人はどんどんエコキュートに移行していきます。はい、エコキュートの方が電気代とかも安くなるということですか？はい、そうですね、今のパナソニックのホームページで、はい、あの詳細な、まあ、どれぐらいあのエコキュートにするとお得になりますよっていうのが、はい、まあ、シミュレーションがされているんですけれども、はい、なんとエコキュートにしますと、はい、電気温水器から比べて、はい、年間8万ぐらい使われてるんですよ。8万ですか？正確に言うと7万8千、はい、そんなに年間で変わってくるんですか？っていうふうにあのパナソニックのホームページ上は言ってます。はい、でこれあの電気温水器と正直値段はほとんど変わらないんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい、ついててもついてなくても、はい、そんなに変わらないんですか？そうなんですよ。なのでほとんどの人は電気温水器からちょっとダメになった、熱がダメになったっていう時はエコキュートとどんどん移行していきます。あ、そうなんですか。はい、ただあの、エコキュートの場合は先ほど申し上げたように、はい、ヒートポンプと呼ばれる熱交換器、エアコン室外機みたいなものをそのタンクの隣に置かなきゃいけないので、はい、その設置スペースを確保できるかどうかっていうところも、はい、エコキュートを入れられるかどうかっていうところで、まあ、あの電気温水器設置されてエコキュート入れられる過程もありますというところになります。結構じゃあ置くだけでもスペースを取るということなんですね。そうですね。でその他、エコキュート入れられるご家庭どういうところかというと、はい、まあ、大体こう都市ガスが通ってないエリアになるんですね。はい、まあ、そういったところで、電気温水器使っていないご家庭は何に使われているかというと、はい、まあ、プロパンガスになりまして、はい、でプロパンガスってあの都市ガスの 1.5 倍から2倍の利用料金かかるみたいなんですよ。はい、なんでそこ考えると、プロパンガスから、ヒートポンプで、はい、エコキュートに変えると、はい、およそ、まあ、電気温水器と同じぐらいの、はい、まあ、8万、7万、8万、それぐらいの、はい、年間、ランニングコストを抑えることができるという感じになります。でもプロパンガスの人もどんどんエコキュートに変えていった方が、そうですね、お金はお得になるってことですよね。はいはい、じゃあなんか今聞いてるとすごいいいことばっかりな気もするんですけど、はいはい、逆にエコキュートのデメリットについてちょっとお伺いしたいんですけども、はい、まあデメリットというか単純にエコキュートは、はい、その設置費用が結構しますと。はい、やっぱ電気温水器とあの比べると別にそこまで差はないんですけれども、はい、電気温水器から、エコキュートにする場合、はい、費用で、はい、まあ、見積もり出してますけれども、
大体これ40万ぐらいするんですよ。結構するんですね。そうですね。やっぱ物自体でも全然通常のこう、はい、まあ私たちが従来交換しているような、ガス給湯器から比べると、はい、物だけで、まあ、20万以上しますし、はい、結構あれごっついじゃないですか。そうですね。さっき画像で見た感じでも結構な大きさがありますよね。あれの搬入にもかなり手間かかりますし、はい、でそのね、あんだけ大きいとしっかり固定してあげないといけないんですよ、はい、なんでその固定の費用であるとか、はい、あの水道接続の費用であるとか、はい、あと給湯器と違うとこの電気工事がしっかり必要になってくるので、はいはい、まあ、そういった費用がかかるんですよ、はい、なので、まあ合計するとあの40万ぐらいあの見ておく必要がございます、はい。まあ、今あのお伝えしたのはエコ給湯、まあ、電気温水器からエコ給湯交換する、はい、もしくはエコ給湯からエコ給湯交換するっていう費用でして、はい、プロパンからエコ給湯に変える場合というのは、はい、正直もっとします。あ、もっと高いんですか、これよりも。はい、でその見積もりがこちらでして、はい、およそ50万ぐらいします。まあ、7万ぐらい上がってますね、はい、さっきから、はい、でその差はどういったところで生じているのかという話なんですが、はい、まあ、電気温水器から、ね、エコ給湯、ないしはエコ給湯とエコ給湯っていうのは、はい、やっぱりその、まあ、エコ給湯自体は結構電気使うので、はい、分電盤からそれ専用の回路を引かなきゃいけないんですけども、はい、それはすでに工事完了していると思われます、はい、だその分の工事必要ないんですけども、はい、プロパンガスからエコ給湯に変える場合はそういった分電盤から専用の200ボルトの回路を引くっていう工事も必要になるので、はい、その分がプラスになります。はい、であと必要になるところといたしましては、はい、あの先ほどお伝えしたように、エコ給湯あんだけ大きいものになると、はい、しっかりとあの耐震とかの関係で、はい、ボルトでコンクリートの床に固定してあげなきゃいけないんですよ、はい、でそれがあのちゃんと水平になっていなきゃいけないので、はい、その土台コンクリートですね、土台を作ってあげる必要もありますと、はい、だからそういったものも必要になるとあの先ほどお伝えしたようにプロパンガスの給湯使っていてそこからエコ給湯を変えると、はい、およそ50万ぐらい、まあ、かかってくるような形になります、はい、では結構新しく必要な工事が、まあ、その分増えてくるということですね。その分値段も上がっちゃうというところになりますね、はい、こんだけかかったとしても、まあ、給湯器交換するとしても15万ぐらいかかるわけじゃないですか、はい、で差額としてプロパンガスの給湯器を使った場合と、に交換する場合とプロパンガスの給湯器に交換する場合とプロパンガスからエコ給湯に移行する場合で、はい、およそ差額として35万ぐらいかかっているところですね、はい、先ほどの話をすると、はい、でただ年間7、8万からあの光熱費変わってくるとしたら、はい、5、6年ぐらいでしっかり回収できるっていうのが計算ができると思うので、はい、まあ、そういう意味でもプロパンガスから、エコ給湯に変えている人っていうのはどんどん増えております。まあじゃあ結構長く使うと使えば使うほど、まあ、お得になるっていう。そうですね、はい、はい、では、まあ、エコ給湯にはメリットとデメリットがいろいろあるということなんで、まあ、そういう点も考慮していただいて給湯器を選んでいただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。